ディナンは、フランス、ブルターニュ地域圏、コートイコールダルモール圏のコミューン。ディナンは、城塞で囲まれた都市である。ノルマンディーとブルターニュ北西岸間の交通の要所に、あたり、ディナンは、市として、丘の上に立っている。イギリス海峡へ向け、ディナンから、北のサンマロへ流れる75メートルの川幅の、ランス川が市内を通過する。バイユーのタペストリーに描かれた。 ディナンのモッドベイリー攻撃のズドルメンの存在からディナン周辺には新石器時代から人が定住していたと考えられている。歴史上でディナンが知られるようになるのは11世紀からである。当時の町にはベネディクト会派の修道院が根付いていた。有名なバイユーのタペストリーの一場面にイングランド王、ウィリアム聖服王が木でできた柿を破壊したことが描かれている。 サン・ソブール教区、サン・マロ教区とに属していたディナンの半分は1238年にブルターニュ公者に一世に買い上げられた。ブルターニュ継承戦争さなかの1357年、ベルトラン・デュ・ゲクランはイングランドに包囲されたディナンを守り抜き、ブルトン人はジャンド・モンフォールに忠誠を尽くした。幾度かの虚しい努力の後、1364年に ブルターニュ公皇ン4世がディナンを手中に収め、アンヌ公爵夫人という名のダンジョンを建設した。市の防衛設備には15世紀半ばに数カ所の塔と武器庫が据えられた。1488年、サンイコール当番イコールデュコルミエの戦いの後、ディナンの知事は、町の鍵をフランス王の代理人へ渡した。その他のブルターニュ諸都市同様に、 1532年8月に、ディナンは、フランス王国へ正式に組み込まれた。17世紀、新たなキリスト教修道会がディナンへ根を下ろした。カプチン会、ウルスラ会、ベネディクト会、ドミニコ会、セイクララ会、コルドリエ会、ジャコバン会である。1675年、ディナンは、陰死税一気に巻き込まれた。19世紀に入り、道路や、 高架橋が建設されたことで、川港の重要性は失われた。1879年には、鉄道が敷かれた。理南には、数多くの税を凝らした家が建ち、特に、イギリス人に、人気のある休暇の目的地へと少しずつ変わっていった。1907年の大火では、ハーフティンバー様式の5軒の家が消失し、1944年8月には、爆撃を受けたが、 市は20世紀初頭からほぼ完全な状態で残っていた。2007年6月6日夜から7日未明にかけて都市を囲む要塞の一部が崩壊し修復が必要となった。現在都市は歴史遺産として修復されコルドリエ広場にある数軒のハーフティンバーの家ロルロジュ通り中心部を通るジェルズワル通りがある。酸素教会、サンマロ教会は 市内の旧教区内の中ほどにある。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE2007 年の、新学期には、初等教育を受ける児童の4.5%が、ブルトンごとの二言語学校に在籍した。ディナンは、フランス芸術と歴史の町に指定されている。ありがとうございます。